はい、皆さんこんにちは、しなたんです。はい、今回はですね、今卒業シーズンとかじゃないですか。でやっぱ新生活が始まっていったりとか、高校卒業して自由になるみたいなことがあると思うんですけど、この時期になると結構垢抜け方法とか質問をいただくことも多いんですけど、私もね、昔すっごいもう芋な時代ありました。結構私言われるのが、本当1ヶ月とか3ヶ月前ぐらいでも全然印象違うよねみたいな感じで言われることが多いんですね。自分で遡ってみても本当に全然違うんですよ、今と。それもいろいろね、努力はしてたりとかはするんですけど、私思ったのが、髪型で人って印象変わると思うんですね。まあ言われてることではあると思うんですけど、女性ももちろんなんですけど、特に男性とかを見てるとすごく分かりやすいなって思って、男性って結構髪型で印象変わりません？で、私も昔髪型までそんなにこだわりがなかったっていうか、メイクをしたりするのはすごい好きだったんですけど、髪型まではそこまで力を入れてなかったんですね。でもちょっと髪型を変えたりとかするだけで本当に印象も変わるし、垢抜けて見えるので、いろんな垢抜け方法があるんですけど、今日は髪型に特化した垢抜け方法を詳しく皆さんにシェアしていこうかなっていうふうに思います。よかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。はい、というわけでじゃあ早速ね、紹介していこうと思うんですけど、私のね、このビフォーの写真をまず見てもらえますか。ビフォーはこんな感じなんですけど、ほんと芋ですよね。これ高校生とか中学生ぐらいの時期かなに撮ったね、写真なんですけど、今と全然違いますよね。いろいろね、違うところはあるんですけど、今日は髪型ということで、まずやっぱり一番大事なのってヘアケアだと思うんですね。いくら頑張って髪の毛をおしゃれにしたとしても、ギシギシだったりとか、すごいこう枝毛がいっぱいだったりとか、それだとね、ちょっと残念じゃないですか。やっぱりどっちかって言えば、やっぱ髪の毛はツルツルサラサラでいたいと思うんですね。ヘアケアをするのとしないのでは全然違ってくると思うので、ヘアケアって言ったところはすごく重要になってくるかなって思います。ヘアケアって言ってもいろいろあると思うんですけど、最近ね、出会ったやつなんですけど、すごい面白いなって思ったのがあって、ちょっと持ってきますね。こちらなんですけれども、ロイヤルパリのウォータートリートメントっていうやつで、ウォータートリートメント最近すごい人気じゃないですか。韓国とかでもすごい今人気らしくって、それがロレアルパリでも出たんですね。ウォータートリートメントって何っていう方もいると思うんですけど、そんなの通り水っぽい感じのテクスチャーになってるよっていう、本当にもうサラサラな感じなんですけど、だからつけ心地がすごく軽くて、普段私も使ってたトリートメントっていうのがクリーム状、髪に塗布して放置して洗い流してコンディショナーしてみたいな感じのトリートメントをずっと使ってたんですけど、やっぱクリームとかって結構しっかりしてて重みがあったりとかすると思うので、私もそうだったりするんですけど、髪の毛が少し細めな方だったりとかすると、クリームの重さとかでちょっと髪の毛が負けちゃうなっていう、重たく感じちゃうっていう方もいると思うんですけど、水タイプなのですごい軽くって、本当にもうスッと浸透してくれる感じ、トリートメントとかが浸透しづらいなっていう方とかは、ウォータータイプがやっぱりいいかなって思いました。使ってみて、このウォータートリートメントはここにでっかくね、これ気になった人もいると思うんですけど、8っていう風に書いてあると思うんですけど、この意味が8秒でいいよっていうやつなんです。8秒ウォータートリートメントっていう風にも言われてるんですけど、これの使い方としては、シャンプーした後軽くギュギュッと絞って水気を取って、でこれ蓋開けるじゃないですか。でこんな風になってるんですけど、これを髪の毛に直接グワーってかけていくんです。中間ら辺から毛先までかけていきながら、全体的にかけていって、ギュ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 ッと揉み込んでいくんですね。全体的に行き渡るように。この一連の流れが大体8秒って言われてるらしいんですね。そう、だからそれの8秒なんです。ということは放置時間がいらないんですよ。これバーってつけてしっかりと揉み込んだら、もう流して OK ってやつなんです。これがねすごい助かるんですよね。やっぱちょっと今日シャワーだけで簡単に済ませたいなっていう時とか、トリートメント今日はいいかなって思っちゃう時とかがあって、これもねスペシャルケアっていう感じなので、週に 2,3 回ぐらいやってるんですけど、時短できるなら時短したいポイントではあるので、8秒っていうのがとっても気に入ってて、であとこれ使ってみると分かるんですけど、髪の毛に塗布した後じんわりとあったかくなってくるんですよ。私も初めて使った時びっくりしたんですけど、どんどんとねあったかくなってくるんですよね。ちなみにここにちょっとね、わかるかな、メモリがついてるんですけど、ミディアムヘアの方で2メモリ分ぐらい使うといいよっていう風に言われてて、今私このぐらいの髪の長さなんですけど、私も2メモリぐらい使ってます。やっぱ水タイプっていうのもあって軽やかな感じに仕上がるので、私のおすすめとしては割と量はしっかりと使ってあげた方がいいかなっていう風に思いました。であとこの裏にも書いてあるんですけど、うねりをねケアしてくれる効果もあって、私も実際昨日の夜これ使って寝て今日の朝取ったやつがあるんですけど、これはまだブラッシングしてない状態のやつかななんですけど、こんだけサラってしてたりとかうねりも気になりにくいので、結構朝とかも時間かけずヘアセットしたとしても割といい感じになったりします。
ます。今日も本当にストレートでやっただけなので、でも元々そのうねりが少ないからすごい簡単にいい感じにストレートにできて、そこでもねすごい助かってるんですよ。そう、ヘアセットの話もしたかった。私すっごいヘアセット苦手なタイプなんです。メイクまでやってもヘアセットまでなかなか手が回らなくって、ヘアセット難しいんですけど、でもやっぱ垢抜けるためにはヘアセットは結構重要かなって私は思います。でもヘアセットってなかなか髪質の問題だったりとか長さの問題だったりとか、それぞれのお顔の形とかファッションの系統とかによっても違ってくると思うので、このヘアセットすれば絶対垢抜けるみたいなことは言えないんですけど、まあ、でもそのファッションに合ったようなヘアセットだったりとかっていうのも重要になってくるかな。例えば今の時期なんかはタートルネックだったりとか、ちょっと首元が詰まったようなものとかを着るときって髪の毛を下ろしてたりとかすると暗い重たい雰囲気になったりとかすると思うので、そういう時はちょっと髪の毛アップにしてみたりとか、簡単なことでいいと思うんですけど、そういうところだったりとかで変えてみたりとかするとより垢抜けて見えるっていうのもあるかなっていう気がします。でも私自身もそんなにヘアセット得意ではないし、毎回毎回こう凝ったヘアセットとかもできないので、そういう面でも私はそのさっき言ったヘアケアを結構力入れてやってるかなっていう感じです。で、続いてがちょっと細々とした感じで、私はっていう感じの意見ではなってしまうんですが、日頃からちょっとやってることかな、個人的なおすすめがいくつかありまして、まず1個目がブラッシングですね。前バッグの中身とかでも紹介したことあると思うんですけど、常に櫛を持ち歩いてるんですね。今日みたいにストレートな日だったりとかって髪の毛とかで、髪の毛がな、髪の毛じゃない風とかで髪の毛がなびくので、私特に髪の毛細いからすっごい絡まるんですよ。で、絡まってたりとかするとそっからちょっとこう髪の毛がどん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 もつれてきたりとか、絡まってるので傷んできたりとかもすると思うんです。結構外出とかしててもこまめにブラッシングをするようには気をつけてます。これ意外と大事じゃないですか。本当にね、これちょっと一回実験でもやってみてほしいなっていうのは思うんですけど、一日ブラッシングしない日とこまめにブラッシングした日で夜のね髪の毛の感じが全然違ったりとかするんですよ。あ、ちょっと今日ブラッシングあんまりできなかったなっていう時とか、結構夜になるともう髪の毛がぎっしりしなったりとかするんですけど、こまめにブラッシングできた日とかはあの日髪の毛いい感じだなみたいなっていうのが多いので、それもぜひやってみてください。あと最近私ね、夜にブローを結構気をつけてやってるかな。櫛で髪の毛を整えていきながら乾かしてあげることによって、それこそ翌朝の髪の毛の違いだったりとかも出てくると思うから、ブラッシング系はねやっぱりこまめにやった方がいいなっていうのは思いました。でもちょっと話も出た乾かす時のポイントなんですけど、これはねマジで本当にいろんな説があると思ってて、私まあこの22年間ぐらい生きてきた中で、あれって思ったのは、意外とですよ、意外とすぐ乾かすんじゃなくて、ちょっと自然乾燥させてから乾かした方が個人的に髪の毛ツヤッとする感じがあるんですよね。これは本当にでもいろんな説あるじゃないですか。髪の毛濡れてる時がダメージが加わりやすいから、なるべく早めに乾かした方がいいっていう風に言われてると思うんですけど、ドライヤーのこの熱とかで髪の毛がちょっとパサつきやすかったりとかする髪質もあるのかなっていう風に思ってて、多分私そっちだと思うんですよね。そう、だからダメだったらマジで真似しないでほしいんですけど、ドライヤーの時間を短くしてあげた方が個人的には仕上がりがすごいツヤっとするなっていう風に感じております。これは本当に個人の意見にはなってきます、マジでここだけはちょっとしっかりと言わないとね。はい、もう一つ個人的なおすすめのポイントがあるんですけど、髪の毛をゆるく束ねて寝るっていうのをやってて、でこれは美容師さんに言われました。私こうカラーをしてると思うんですけど、特にこうカラーだったりとかブリーチをしてる方とかは寝る時にこう枕とかに擦れる感じでパサつきやすかったりとかっていうのもあると思うので、あんまりギュッて縛っちゃうと翌朝やっぱり跡が気になっちゃうと思うので、本当にゆるくシュシュとかで束ねて寝ることが私は多いですね。朝起きた時広がりが気になるなっていう方とかはぜひ夜にゆるく縛って寝てみてください。はい、個人的なおすすめポイントはこんな感じかな。で今ちょっと美容師さんの話も出ましたけど、次は美容室の話もしようかな。美容室も私は月1ぐらいで通ってます。ちょっと学生の方とかはねあれかなっていうのは思うんですけど、カラーとかも大事になってくるとは思います。まあ、それこそ次大学生とかちょっと自由になるっていう方とかはやっぱり髪の毛を染めてみたりとかすると一気に垢抜けるっていうこともあると思います。でも学生だよみたいな、いやいやいや今学生だから
から褒めるとかできないよっていう方もカットで結構変わると思います。私も今ねこれレイヤーっていうのも入れてて、ちょっとこうわかるかな、全部パツって切る感じじゃなくて、だんだんと短い髪の毛を入れたりとかして、髪の毛に自然と動きが出るような感じで切ってもらってるんですよ元から。まあこれも人それぞれ似合うスタイルだったりとかもあると思うので、パツって切るのが似合うっていう方もいるとは思うんですけど、個人的には顔周りとか特にそうだと思うんですけど、レイヤーとかを入れてあげると一気に垢抜けたりとかするんですよ本当に。同じストレートヘアでも今のこの私のカットの方法と、そんなにカットに気にしなかった時のストレートヘアでも全然印象が変わってくると思うので、こういったカットの部分もすごく大事になってくるかなって思います。美容室に通うっていうのも、傷んだ髪の毛を定期的に切ってもらったりとか、枝毛カットしてもらったりとかっていうのでも変わってくると思います。はい、ということで、私が今回の動画で特に言いたいのは、やっぱり髪型、髪の毛は大事だよって私は伝えたいですなんかいろいろね今ポイントとかも言いましたけど、やっぱり一番根本としては髪の毛のこの質感、サラッとした感じっていうのが大事になってくると思うので、自宅でのセルフケアっていうのも垢抜けする上ですごく重要になってくるポイントかなって思います。何事もね土台が大事だと思うので、そもそものこの髪の毛自体を変えていくっていう、でしかも土台がなんかこうしっかりした状態であれば、それだけで自信がついてきたりとかもするので、なんかこう立ち振る舞いだったりとかそういうことにもつながっていくんじゃないかなって思います。本当に自分に自信を持てるので、セルフケア、ヘアケアとかはしっかりねやっていくのがいいと思います。今日の動画ではヘアケアのアイテムとしてこれをね皆さんに紹介したんですけど、女の子って垢抜けるためにいろいろとこう努力してるじゃないですか。本当にみんなこの動画をポチって再生してくれてるっていうことは、それだけで垢抜けたい、努力したいって思ってるはずなんですよ。でも何からやればいいか分かんないし、時間も限られてるから、あれもこれもやれって言われたってっていう方も多いと思うので、ちょっとでもね時短に簡単に済ませることができれば、他に時間を回すことができたりとかもすると思うので、そういった意味でもこの8秒ウォータートリートメントはいいなって思いました。ちなみにこれはですね、店舗だと松本清志、こっからファインプラザで置いてるみたいです。 EC だと楽天とかアマゾン、ロハッコアットコスメショッピング、松本清志オンラインとかでゲットできるので、ぜひ皆さん見てみてください。概要欄にも、ね、URL 貼っておこうと思います。はい、というわけでちょっと今回こんな感じで、ちょっとまとまりがねなかったかもしれないんですけど、髪の毛はとにかく垢抜けでは大事だよっていうことを皆さんにお伝えしたかったので、今回はちょっと髪の毛に特化した感じで動画を作ってみました。なんか皆さんもねぜひ髪の毛でここは気をつけてるっていうポイントなどあれば、コメント欄とかでシェアしてくれると嬉しいです。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。